今回はストーリー編です。前回はですね、戦闘力が上がってきたので他のアリ塚を攻撃してみたんですよね。いやー楽しかった。でもね、思ったより資源が取れなかったりとか、あんまり取れないんでチームメンバーに取ってもらったらめっちゃ取れたりして、ちょっと他のアリ塚攻撃初心者としてはまだまだわからないことが多いなという感じでした。ちなみにこの動画時点では自分が知らずに同盟のアリを攻撃したことなんてことは一切知りません。天罰が下るのは次回の動画です。では始めていきましょう。さあさあ、今日も攻撃対象を探していこう。なんかさ、 TH3 っていうチームを見つけたんですよ。なんかちょっとチームチャットで攻撃してもいいのか聞いてみよう。いまいちよくわかんないんだよね。 Can I attack TH3? TH3 っていうとこ攻撃していい？ダメなわけないじゃん。ダメなわけないじゃんって言われた。あ、名刺も何？トップ10じゃなければ大丈夫だって。あ、そうなのね。え、昨晩私たちが灰にしたけどね、だって。灰にしたの昨晩。パグさん笑ってます。あ、パグさん資源取り損ねたね、残念だったねって言ってます。え、何、攻撃してたら TH3 の一人からメッセージが来たんだって。え、なんてメッセージが来たのかな。え、あ、こんにちはって言っただけだって。なんじゃそら。 TH3 は何、どっちにしても資源あんまり持ってないよって。え、だから昨晩攻撃したからもう資源ないんだな。え、そうなの、じゃあ攻撃するのやめとこうって言ってます。お、マッドさん来た。バグさんの戦闘の先生です。君のための食べ物だよって。こいつは私たちの同盟の RUS っていうところを攻撃したやつだよって。 RUS っていうとね、私は攻撃された苦い思い出しかないんですけど。今いるアライアンス X00 とは同盟を結んでいます。で、この紹介された食べ物はチームに入っていない一匹狼なので攻撃していいんです。マッドさんいいね。バグさんのためにさ、美味しい食べ物を見つけてきてくれて教えてくれてるみたいですね。よし、じゃあバグさんの200系部隊で攻撃していいのって聞いています。ちょちゃんと偵察してからだよって言われてます。止められました。へい、もしバグさんが負けたら謝れよって言ってます。あ、マッドさん、おお、やっちまった、間違えた。え、何間違えた。間違った情報を流してた。こいつはさ、 RUS に攻撃されたけどアリ塚を守るのに成功してたみたいだ。おお、あ、マッドさんが紹介してくれてるこのパグさんの食べ物はランキング上位の RUS に攻撃を仕掛けてがっつり反撃を受けたにもかかわらず防衛に成功したんだな。なるほどなるほど。で、これパグさん絶対勝てへんやないか。マッド。こいつ今さっきも RUS から2人同時に攻撃を受けてたけど普通に防衛してたよって。ちょっと絶対ボコられるやつやん。おい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 、これは食べ物やないぞマッド、完全に毒やないか。あ、キラーさん、あ、そうそう、うんうんうん、毒入りだって。いや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 。マッドさん、まだなんかやってる。え、これ食っていいの。いや、まだ食う気なの。うん、わかんないけど、とりあえず RUS に聞いてみないとわかんないんじゃね。あ、もうパグさんの入れる会話じゃなくなったね。はい、ということで食べられるご飯はやっぱり自分の手を動かして探さないとダメですね。こんな上位プレイヤーでも、まあ相手の強さをよく分かってない時もあると。まあそのためにね、偵察っていう機能があるんだけど。はい、次回はついに同盟アリを悪気なく攻撃してしまったパグさんに名手からの天罰が下ります。はい、最後まで見ていただけて本当に嬉しいです。
今は動画を一人でも多く見てもらうことと登録者1000人を目指しています。頑張って動画を作っているので応援よろしくお願いします。最後まで見てくれて本当にありがとう。